やばい、やばい、やばい、やばい。ちょっと待って、取れちゃう。みなさん、おはにんじゃー。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回は、こちらのアシェットさんのディズニーのドールハウスを作っていきます。で、こちらのディズニーのドールハウスは、サリンジャーのタッチミーサトルさんが、全120号のセットをプレゼントしてくださいました。タッチミーさん、本当に、本当にありがとうございます。サリーのチャンネルでは、アシェットさんやディアゴスティーニさんの手芸の週刊パートワークものを中心に制作しています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこちらのディズニーのドールハウスなんですが、現在再延長中で、延長分も含めると260号までで完結となるようなんですが、サリーはいただいた120号までの分を作っていきたいと思います。でこちら1号の分なんですけども、すでにディズニーの雰囲気が出ていて、作るのが今からすごい楽しみとなっております。それでは早速作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあまず1号から作っていきたいと思います。1号の内容が、まずこれが縦枠の A が2本、 B が1本、 C が1本で、横枠は A が4本、 B が2本。あと窓飾りが2つあって、窓ガラスが2つ、窓枠の白が2つ、ピンクが2つ、窓板2つと板が2つ、それから取っ手が2つと、この木工用接着剤、それからこのミッキーみたいなソファーが入ってました。で今回はこのソファーを除いたこの材料で玄関ドアを組み立てていきます。でちなみにこの取っ手は今回は使わないみたいなので、これは一応ここに取り置きをしておきたいと思います。よし、じゃあ早速作っていきましょう。はい、じゃあまずはこんな感じにパーツを組み立てていきたいと思います。ここの横枠の方は、この上下に A をそれぞれ置いてあげて、 B はこの真ん中に置くようにしてあげます。 B はここ上下ともに溝があって、 A は片方しか溝が入ってないので、 B を必ず真ん中にして A で挟むようにしてあげてください。で同じようにこの縦枠の方なんですけど、こっちはそれぞれ片方ずつ丸みのある A をこう2枚置いた時に両方外側になるように置いてあげて、で B と C をそれぞれ溝の入ってる向きが違うので、この穴の部分が半分より下に来るように、溝が内側になるように置いてあげます。あとはそれぞれ窓枠と板を置いてあげて、この形になるように木工用ボンドでくっつけていきたいと思います。一応付属品もついてるんですけど、ちょっとピーターラビットの時に付属の木工用接着剤使ったらちょっと白く残ることがあったので、サリーはこっちの手持ちの方を使いたいと思います。よし、じゃあこの形に組み立てていきます。この溝の部分にボンドを塗ってはめるっていう感じで全部やっていけばいい感じにはまるんじゃないかなと思います。こっちも溝の部分に塗ってからはめてあげて、これもおっとっとっと、これもこっちに移動するように、よいしょ、こっちもはめる、溝にボンドを塗ってあげて、ではめる、
余計なボンドは取る。はい、じゃあこんな感じで扉が2枚できました。そしたら次は、はい、じゃあ次はこの今作ったドアのこの丸い部分、この窓の部分を作っていきたいと思います。まずはこのピンクの輪っかの方を、この飛び出てるこのピンのある部分、こっちが上になるように持ってあげて、この水色の枠をはめ込んであげます。このこっち切り欠きがあるので、これがピンクのピンに合うようにこんな感じではめてあげます。でその時に向きがあって、ここによく見ると隠れミッキーがいるので、このミッキーが右側に来るようにしてあげてください。そしたら次はこの窓ガラスをはめていきたいと思います。でこれはフィルムが貼られているので、まずはそのフィルムを取ってあげて、裏面も同じようにフィルムを取ってあげて、さっきの隠れミッキーのいた枠と同じようにここにも切り欠きが入っているので、これをピンクの枠のピンに合わせて、よいしょ、こんな感じで入れ込んであげます。ここまで来たら、こっちの右側に穴が開いている方のドアを持ってあげて、これをピンクの面が表になるようにはめてあげます。結構やりづらいかも、後ろ側から見た方がやりやすいかな。よいしょ、こんな感じ、表はこんな感じで裏はこうです。表から見た時に隠れミッキーが今度は左に来るようになります。そしたら今はめ込んでる窓を押さえながら、ここのピンの部分に今度はこっちの多用途接着剤をつけていきます。この状態でこのピン4つに多用途接着剤をちょんちょんと塗ってあげたら、最後この白枠の方の、見えるかな、この4つの穴に合わせてピンをはめてあげます。クックと、よし、はまったね。こんな感じになります。はい、そしたら今度反対側もやっていきたいと思うんですが、こっちの反対側の窓のこの隠れミッキーの部分は左右が反転するように組み合わせていきたいと思います。なのでここではめるときに、今度はミッキーが左側にいるように持ってあげて、フィルムを剥がした板も重ねて、この穴の部分からよいしょ、こうやって覗かせるようにしてあげて、4箇所のピンに多用途接着剤をつけてあげる。そしたらこの白いピンの穴合わせてあげて、これをはめてあげると、よいしょ。そうしたら表に向けた時にこの隠れミッキーの位置がこっち側、今作った方は右側にいるし、さっき作った方は左側にいるような形で左右反転して作れます。よし、はい、じゃあこれで今回の1号の玄関ドア完成です。じゃあ次はこっちのミッキーが入ってる2号を組み立てていきたいと思います。はい、じゃあ2号の内容はこんな感じで、材料は全部入ってました。でこういうここに切り込みが入ってるやつは、これ後で切り分けながら使っていくみたいです。あとこれにプラスで紙やすりが2枚とピンセットが入っておりました。あとはこ
今回ミッキーが入っておりますので、ちょっとね今立たないかな、あ立つかな、ちょっとバランスがあんまり良くないけどギリギリ立ってくれるので組み立てを見守っててもらいたいと思います。じゃあ2号もさっき作った1号の玄関の続きを作っていきます。じゃあまずはこれを切り離していきたいと思うんですけど、見えるかな、この薄く線が入ってるんですが、この線の内側の部分だけを使っていくので、まずはそれを切り離していきたいと思います。じゃあこの線が入ってるパーツについてはまずは全部切り離していきたいと思います。切り離すときはこういうデザインナイフとかカッターを使ってこの線が入ってないところを切るようにしてあげれば、よいしょ、簡単にこんな風に切れてくれます。でこれが切れるとこのパーツも分かれるようになっているので、分かれたパーツはそれぞれね分かるようにしてあげるといいかなと思います。よし、じゃあどんどん切っていきましょう。はい、じゃあこんな感じでパーツが切り分け終わりました。で、このパーツに線が入っていったと思うんですけど、その線が濃い面と薄い面と両方あった場合は、濃い面の方を上に向けて切ってあげた方が切り分けやすかったので、ちょっとね、両面確認して線の濃い方を選んであげるといいかなと思います。そしたら今、これ切りっぱなしの状態になっているので、この一緒に入ってた紙やすりで少しパーツ切ったところを滑らかにしてあげたいと思います。軽く数回こうやって撫でてあげれば引っかかりなくなると思うので、ちょっとね細かい作業なんですけどやってあげるようにしましょう。でその時に結構これ細くてちょっとでも力を入れると簡単に折れてしまいそうなので、折れないようにだけちょっと注意するようにしてください。よし、じゃあ全部やすっていきましょう。はい、じゃあちょっとね細くって手がつりそうになったんですが、全部切り離した面やすり終わりました。そしたらまずはこっちの緑の方から使っていこうと思うんですが、1号で作ったこのドアのこの内側の部分、ここにこの一番長いやつとそれとセットになっていたこの真ん中ぐらいの長さのパーツをはめていきたいと思います。じゃあこっちからいこうかな。こっちの短い方のこの切り離した面の部分、ここにボンドを薄く塗ってあげて、でこっちの玄関ドアのこの一番上の部分、ここによいしょ貼ってあげます。こんな感じ、細かいね。そしたら次この同じように切り離した面、ここにボンドを塗って、この長い棒もこんな感じで内側に貼っていきたいと思います。でこの時にこの長さがちょっと合わない場合は、この端っこみたいにこの端っこの部分を少し斜めに切って調整するようにしてください。よし、じゃあ全部はめていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでこの上の部分が囲めたら、次今使ってないこっちの棒の方でこの下半分の四角の部分も同様に埋めていきます。あれ待って、これよく見たら表と裏があるみたいで、ちょっとね表の方は少しわかるかな、
このね、表面がボコッとしてるので、このつるっとしてる方をドアの方に、表に出ないように貼り付けてあげましょう。一応ね、今確認できるこっちの部分は大丈夫そう。大丈夫そう。よかった。ちょっと表裏に気をつけながらやっていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで同じようにもう片方のドアも棒の部分つけてあげられました。そしたら今度表に向けてあげて、こっちのピンクの方もこの白い棒を同じように貼り付けていってあげたいと思います。はい、じゃあこんな感じでピンクの方も両面この棒が付けられたので、今回の2号はこれで完成です。そしたらこっちのパーツは次の3号の方で使うようなので、3号まで組み立てしたいと思います。はい、じゃあ次は3号をやっていきたいと思います。で、3号はここにある入ってた材料と、あと前回のこの余ってるパーツを使って、こっちの3号のパーツでスタンドミラーを作って、で、この2号の余ってるパーツで玄関の組み立ての続きをやっていきます。で、今回組み立てなくって入ってたのがこちらの蜂蜜のハニーポットが3種類入ってて、で、これは結構軽めなんですけど、これはね、すごいね、重たい感じでできてて、この蓋はマグネットでは多分ないのかなと思うんだけど、なんか結構しっかり入るような形になってます。で、しかもこのポットもすごい重くって、で、こっちもさっきの緑のほどじゃないんですけど、これも結構重ための感じになってます。はい、じゃあまずはこっちの3号のパーツを使ってスタンドミラー先に作っていきたいと思います。で、このプラスチックのこのパーツは今回使わないみたいなんですけど、なんかサリー一回間違って捨てちゃったぐらい、あの外枠、あのこういうパーツが入ってる外枠と同じ素材なので、これ間違って捨てないようにしましょう。はい、じゃあスタンドミラー作っていきます。じゃあまずはこの鏡についてるこのフィルム外すところからやるんですけど、サリーはちょっとこれつけたまんま作業をできるところまでやっていきたいと思います。最後にこのシート剥がそうかなと思います。よし、そしたらこの枠のところに今の鏡をはめて、多用途接着剤ではめてくっつけていくんですけど、このちょっと出っ張ってる方が奥になるようにしてあげて、で、このちょっと出っ張ってるところに多用途接着剤をこんな感じで塗ってあげて、で、この鏡をはめ込んであげます。こんな感じ。よし、そしたら次はこの丸っこいポールのこの穴の部分にこのピンをはめていきます。これは多用途接着剤つける指示がないから、このままつけるだけでいいのかな。多分大丈夫そうな気がする。あ、大丈夫だね。ここになんか釘みたいに頭があるので、この頭の部分が外側になるように、よいしょ、ここかな、グッと押し込んであげます。反対側も同じようにグッと入れ込んであげて、この状態になったらこの鏡の横の穴の部分にグッと入れ込んであげます。で、もう反対側も同じようにグッと入れてあげて、おとととと、とこの状態だとでも取れちゃうな。よいしょ、おとととと、
よし、じゃあこれちょっと取れないように持ちながら、この下の部分、この下の部分に今度は多用途接着剤じゃなくて木工用ボンドをこの突起の部分に塗ってあげて、でこの板のパーツを差し込んでいくんですけど、この時にこのちょっとポコってなってる部分、このカットされてる方が表側になるように、表を向くように、よいしょ、これをくっつけてあげます。よし、でこれがくっつけばここの横の部分が取れなくなるはず。よし、こんな感じ。よし、そしたら次は足の部分、この足のへっこみのところ、ここの部分にまたボンドを塗ってあげて、こっちも同じく塗ってあげて、はみ出しちゃった。よし、でこれをここにはめてあげます。反対側もはめてあげて、よし、こんな感じ。まだこのシート貼りっぱなしだけど、これで一応スタンドミラーの完成です。やばい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 、ちょっと待って、取れちゃう待って、まだ持ち上げない方がいいかも。ちょっとこれ固まるまで待ったらスタンドミラー、よいしょ、完成です。よし、じゃあちょっと固まるまで待ちながら次作っていきます。はい、じゃあ残りの緑色のパーツは全部取り置きで、次2号のパーツを使って玄関フレームを作っていきたいと思います。そしたらこっちの凸凹が多い薄い方が下になって、もう片方が上で、あとのこの板がこんな感じになって、この小さい方が、あ、ちょっと待って、これ逆だ。こうなって、で、この分厚い、ちょっと大きい方が真ん中に来て、残りのこの細いのが、ん？違うな。細いのが真ん中で、太いのが上下になるように、こんな感じで置いてあげて、この通りに組み立てていきたいと思います。でこれは木工用接着剤で留めるような形でくっつけていきたいと思います。そしたらこれをはめてくんだけど、これがん？こうだよな。あ、結構これぎゅうぎゅうな感じで、こんな感じでしっかり止まるので、止まる、これが入るのを確認してから接着剤を少しつけてあげて、でこれをはめていきます。あとのも結構硬いけど一応入るので、これもどんどんボンドで留めていきながら組み立てしていきます。よいしょ、よし、うん、しっかりフレームができたかなっていう感じになりました。うん、いいね。そしたらこっち側のへこみがある方にこの短いのを貼り付けていきます。なのでこっち側がいいかな、こっちのちっちゃい方にボンドをつけてあげて、これを合わせる。他のところも同じように塗って、貼る。塗って、ん？待って待って、これ一番下が細いやつか。おっとっとっと、飛んでった。これ上下で挟むかと思いきや、太いの太いの細いのって感じでやっていくみたいです。よし、じゃあ残りも貼っていきましょう。よし、こんな感じ。
じゃあこれで今回の3号も完成です。じゃん、こんな感じでディズニーのドールハウス1号から3号まで完成しました。で、結構今回特に3号の分はこんな感じで取り置きがあって、で1号もこの取っ手の部分だけ取り置きになっているので、これはなくさないように取っておくようにしましょう。で、一応この鏡も貼ってあったシートを剥がしてちゃんと完成している形になります。どうでしょう、いい感じにミッキーもこんな感じに映ってるし、ドアはまだここ固定してないので今後ろから押さえてるような形にしてるんですけど、多分この玄関っていう風に書いてあったのでこんな感じに仕上がりになるんじゃないかなと思います。で、ここら辺は組み立てしてたいんですけど、なんかすごいクオリティが高いし結構重みもあるから重厚感も特にこの緑のやつはすごいいい感じに見えます。はい、それでは今回3号まで作ったんですけど、4号以降もできるところまで進んでいく方式でやっていこうと思いますので、そちらもお楽しみに。はい、ということで今回も最後まで見てくださってありがとうございました。こちらのディズニーのドールハウスは新しく再生リストを作っておきますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。ちなみに今アシェットさんのホームページでこちらの120号までのセットが販売されているようなので、気になった方今から始めても遅くないと思いますので、ぜひ一緒に作ってみましょう。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメント本当にありがとうございます。とても励みになっております。それではまた次回のディズニーのドールハウスの動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。